今回は、千住とビラマは実際どんな戦い方してたのか?について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。実際どんな戦い方したんだろうね。平井陣が四代目が作った術って他里に知れ渡ってるから、前線よりも暗躍しまくった戦法を取ってたと思う。基本不意打ちとか罠張って戦ってそう。卑劣な江戸天五条旗幕府だやめろ。失敬なこと言うな。かっことした証拠を出せ。かっこ爆弾み。柱間が派手に暴れて崩れたところを端から買ってそう。他影は夜も眠れない。風影は元からだろ。本人が戦場にいるならまだマシまである。敵対組織にいるらしいって情報だけある場合が一番困る。金閣銀閣みたいにガハハかったぜ。って思わせて調子に乗らせてサクッと。気がつくと味方が二人いなくなってる。一人帰ってきた。感動の再会、からの土管よ。情報も全部抜かれてる。たまに本当に無事に帰ってきただけの人がいる。たまに無事で返すのが、江戸天爆弾をうまく成功させる秘訣なんだろうな。あいつも爆発すんのかな。しねえな。奇跡だ、お帰りなさドカーン。この野郎、どうせ爆弾だろ違う。そんなつもりじゃ、俺は信じていたぞ。よく帰っとカーン。ね。やめようこんな悲しいこと。こっちも卑劣な術を開発するしか。平井心の術と江戸天爆弾で、いつでも首脳を爆破してもいいんだぞ。って圧を常時かけてくる。だから手を結ぼう。ほら若いのいいんだ。偵察が帰ってきたら爆弾だと思え。原子レベルで物体を消滅させる術持ちと、超強くて突破不能の幻術と無限爆破の術持ちに卑劣と呼ばれる男だよ。自分がどれだけ強くても直接戦えないと意味ないし、江戸天爆弾の被害を止められるわけでもないからな。こんなぶっ壊れが60で丸沼で暗躍し続けとか、他里かわいそうすぎる。忍者に卑劣は褒め言葉だし、丸体から情報を抜いて抜け殻を自爆特攻させていたのが怖すぎる。抜け殻自爆特攻でぐっちゃぐちゃな敵陣営にタイミング合わせて襲撃かければさらに効率的。敵の狩猟の姿が見えなくても、江戸天聖があれば生存確認も簡単。理性のないキリングマシーンってわけではなく、あくまでめちゃくちゃ理性的な上で卑劣だから本当に怖い。江戸天は扉間の術として他里にも知れ渡ってるけど、平井心は港の方が知名度高いあたり、扉間は奥の手にしてそう。奥の手ってかマーキングアンマルと破壊工作に限定して使ってたんだろうなって。食らったやつみんな丸んでんじゃないかな。二代目火影の卑劣な術だ。江戸天聖は本来こうやって使う。自分の体でやるのは初めてだが、直接描写しなくても何やってたかわかるのいいよね。まだらも自爆用の技って認識だったから証言もバッチリ。よその影が姿を隠して相手をハメマルスとかになる理由が理解できすぎる。後年自分の開発した問題ある術はちゃんと禁術として封印してるのがマジで理性的。命からがら帰ってきて安堵の表情を見せた仲間が目の前で爆発するって、たとえ巻き込まれなくても確実にトラウマになるよね。戦略も戦術も政治的にも全部強かっただろうからな。まあ精度を上げても江戸天は特有の目の色になるからそこは救いである。先人君みたいなのを徹底した方針でいくしか。ただ丸院のこと考えると江戸天だの平井心だので好き勝手できそうな二代目すら、全然無双はしてなかったっぽいよな。他影も大概だったか。この時代の強い忍びって無様とちょび影様と金銀だからな。江戸天爆弾の中にさらにマーキング札仕込んどいて、平井心とかもできるのかな。できるんだろうな。真っただ中ならやってたんだろうな。多分敵だとマルス相手にしか見せないレベルだよね平井心。マルス時しか姿見えない。イズナ仕留める時みたいに決め技だったんかな。戦争がしたければ徹底的にやらせてもらう。卑劣?嫌なら和平に応じろ。というかアニジャいる時代はアニジャに広域破壊させとけば、わざわざ自分が前にいる必要もなさそうだしな。必要があれば全然行くだろうけど。こんなえげつないのに理想を本気で叶えようとするアマちゃんは大好きという。扉間って単純な強さだと歴代火影じゃ多分下の方だしな。ナルト、柱間、猿、港、扉間、綱で、断層、
かかしって感じかなー。ルール無用になれば上位って感じに。単純な身体能力だけなら、戦闘技術に関しては前世紀ヒルゼンが完全に上位互換なんだよね。卑劣様の怖いところは技術よりも本人の精神性だから、単純な武力比較はできないけど、江戸天聖使ってイコンは残りまくらなかったのだろうか。イコン残しまくるための術だもの、嫌なら戦争すんなってレベルの、卑劣な術として認知されてたし、当時としても目撃者はいたのでは？というか影連中はそれ告知されてるんじゃないかな。江戸天聖は資料さえも残してないから、本人もクソみたいな術だと思ってたんだろうな。柱間もあれあんまり良くないよねで済ませてるけど、平和な時代に残したらダメな術だから資料も残さなかったからな。忘れがちだけど多重影分身も開発してるから、あれの登場前後で戦争大きく変わってそう。影分身自体がそうなのかな。多重なんて単なる応用だろうし。ただあれまともに使えるやつ少ない上に使えたとしてもせいぜい数体だから、当時はみんながナルトほど無茶苦茶やれるような術ではなかったと思う。ただ卑劣様はマーキングとか五条旗爆符だとか、相性いい技と併用してえげつない使い方してただろうな。多重が禁術扱いであって作ったのは影分身、チャクラを等分するけど本人と全く同じ術が実行可能で、実体を持つ触媒なしで作れる分身。なんだこれインチキじゃね。忍者だらけの中一人だけ忍者してやがる。この人は卑劣の先にある未来のために卑劣だっただけだから。〇〇分身、で大体触媒ありの実体付き、ただし性能は劣化の中、チャクラさえ十分にあれば、本体と何も変わらない実体付き分身とか狂ってるのか。影分身はフィードバックがどう使ってもチートすぎる。経験フィードバックは下手すればダメージ受けた経験や丸んだ経験も飛んでくるから頭狂うぞ。卑劣様がいるという恐怖による抑止、この葉の力に従え。猿や港より弱い印象ないなぁ。頭の出来が良すぎる。ただみんなが揃ってると全力でサポートに徹してたから、他影ができるような人をはるかに超えた怪物にダメージ与えるような大火力は起爆符だとか使わない限り、そんな出せないんだと思う。人を丸ストッカって感じだ。重傷は負わせたが逃げられた。江戸天聖で生きてるか丸んでるか試す。そんなに簡単に禁術を量産しないでください。あのオロチマルに作るべきじゃなかったって言わせるのがよっぽどすぎる。顔見せた時は価値格なんだろうな。まあ誰がどう見ても作るべき術じゃないし、必要ならおとりにもなる。ブラフでも姿見たら丸を覚悟するよね。影って基本強いから戦いたくないよな。禁術にしたから、この派関係者しか使えないからいいではないか。オロチマルが無理やり復活させただけで資料も残してないから誰も使えねえよ。戦争当時でも卑劣な術扱いなの。だから発したのに拾ってくる方が悪くないか。江戸天無限チャクラとか、丸んでも消えない飛来神マーキングとか、経験値共有の影分身とか、扉魔が開発する術って何かちょくちょくバグ利用みたいな要素混じってない。強さに関してはあのマダラが好き嫌い置いておいて最速と評価したり、今回はこっちに部があったといったあたりが全てよ。あいつこういう時切りかかってくるよな。やっぱり来た。あいつこういう時でも最後まで油断できないよな。やっぱり来たスサノオガード。スサノオに突き刺さる含み針。プログラミング得意そうだよね。ボルト時代でエンジニアとしても活躍できそう。100超えのおじいちゃん働かせないで。存命なら普通に元気そうでな。五条旗爆符だとか生身で食らったらどうなるんだ。この人は根は善人なのに敵と味方の線引きがゼロか1なのが怖い。だからこそ卑劣さと善人さを両立できてるんだろうけど。陰陽遁も知ってたし研究してそう。やっぱり見たいよ扉魔火影時代と扉魔藩。断像の株上げチャンスでもあるか。扉魔が指を一本上げたら警戒しろ。扉魔が刀を構えたら諦めろ。原作だと扉魔を止めた柱魔がめちゃくちゃ怖いんだよな。あれ内心は相当ブチギレていただろ。俺らが知らないなんかえげつない術使おうとしてたのかもしれんし。断像の前に呼んできて、指一本上げるだけでビクビクする断像みてぇ。和平交渉以外に取る手段あるのか。和平交渉しに来たはずなんですけど、なんかまだらが出てきたんですけど。
こんなのを弟として飼いならしてた柱間もやばい。飼いならしてたかな。ちょっと睨めば言うこと聞く素直な弟ぞ。こう見えて抜けてるところもあったり、ツボがおかしかったりする愉快なおじちゃんだよ。里間の階段では人握手、多重影分身、江戸転生、無限期爆負だ、天球、初見丸氏がヤバい術しか使ってこないイメージある。金閣銀閣に至っては見る前に丸んでるからな、初見にすらなれない丸いの高さよ。アニシャに比べたら地味に見えるかもしれないけど、最小限のチャクラで効率よく戦うスタイルかな。アニシャより派手な存在って、美獣を含めてもなおあの世界にどんだけいるのよ。生物としての強さは柱間の方がずっと上だが、忍びとしての恐ろしさは扉間の方がずっと上って感じ。柱間だけなら生きて帰ってきても、あいつ相手に生き残るなんてすごいじゃねえか。って称賛されるくらいで済む。柱間マダラより劣るだけで普通に能力最上位の部類だし、しかも作中一頭が切れる。そりゃ弱体化してても江戸転生火影の中で、ぶっちぎりで活躍するよね。逆に柱間は江戸転生の弱体化が響いた印象。大筒木でもない限り不意をついて宮内を刺せばマルセルンだし、ヒルゼンみたいに派手な術を鍛える必要はないでしょ。って考えだろ。対美獣ならともかく、対人でヒルゼンが扉間港より上なのは主観入りすぎだと思う。二代目は後世に残さなかったヤバい術を山ほど抱えていそう。三代目も習ったけど墓まで持っていった金術が相当ありそう。皆さんは、千住扉間は実際どんな戦い方してたのか?についてどう思いましたか?コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。